食肉加工センターで牛を殺して肉にする仕事をしています。授業参観の日にお父さんの仕事を聞かれ、普通の肉屋ですと嘘をついてしまいました。なければ誰も肉を食べられない。とっても大切な仕事だと先生が話してくれました。僕は家に飛んで帰り、しょげていたお父さんに、お父さんの仕事はすごいねと息を切らし伝えました。ある日一台のトラックが食肉加工センターに、優しい目をした牛を積んでゆっくりやってきました。助手席にいた女の子が荷台に駆け上って、牛のお腹をさすりながら瞳に涙を浮かばせて、みーちゃんごめんね、みーちゃんがお肉にならないないの、だからごめんね。女の子とみーちゃんは一緒に育った仲良し、運転手のおじいさんが父さんに話してくれました。帰ったお父さんはその日の出来事を話して、この仕事だけはできないと僕に言うから、心のあるお父さんがやってあげたらいいよ、心のないさせたら牛が苦しむから、重い気持ちで仕事に出かけたお父さんは、興奮したみーちゃんのお腹を優しくさすってあげました。何かを悟ったみーちゃんは急におとなしくなって、大きな目から涙がこぼれ落ちました。僕のお父さんは食肉加工センターで牛を殺して肉にする仕事をしています。みーちゃんのお肉を分けてもらったおじいさんは泣いて食べられない女の子に言いました。みーちゃんのおかげで暮らしていける、食べてあげなくちゃみーちゃんがかわいそう、だからありがとうと言って食べてやれ。泣きながら女の子はみーちゃんいただきます、おいしいおいしいと言って食べました。お
じいさんからその話を聞いたお父さんはもう少しこの仕事を続けようと思いました。